前回のあらすじ、ゴリ押しだけは、一級品。エンジン出力不安定、まだこのバグの原因は分かってないんだよな。大航海時代に戻っていざ、出発。両方、進めや進め。荒くれ者どもここまで集え。どうも皆さんこんにちは、こんばんは。転速後方で進むリワマスです。6分儀もないのに何が転速後方だ、マリサと。そもそも自分の今いる位置の緯度と経度すら予測できてないもんね、小笠だよ。ということで、今回も張り切ってムン攻略進めていきましょう。今いる場所カービンなんですが、それは。前回リフトとタイガーの機関船設計し忘れてたからね。ムンに行く前にちゃちゃっとテスト済ませることにしたんです。その前にケイロスにいた姫ハチドリちゃん帰還させとくわよ。サンキュー、空力ブレーキの力で安定した着陸になったな。もう一機いたからこっちもやっとくね。ちょっと高価格深かったかもな。私は建造作業の方進めますね。名前は安直にデータ輸送船か。データ輸送船、放出。パイロット乗ってないんだけど。時を戻してパイロット輸送します。パイロットだけ運ぶなんて、無駄な作業感満載だな。無駄にならないように、ついでだけど液体燃料と酸化剤も輸送してます。一度の打ち上げにリアルで10分ぐらいはかかるからできるだけ無駄は省きたいのよね。それじゃ、データ輸送船出発しますか。安定の全カットで到着よ。データと乗員2人だけ回収して、そのまま帰還させます。デルタ V 余ってたから、本番では燃料減らしても良さそうね。はい、回収ミッション完了。早速キャリアワールドで経路スタンク増設からやっていきます。今はアンロックできてないパーツの確認してるのね。なんか久しぶりな気がするな。R&D。ですね。さあパーツ解放していきますよ。まずはソーラーパネルに液体水素タンク。結構サイエンス消費するな。あと足りないものは、タンクの方は大丈夫そうね。じゃあ姫ハチドリちゃん。その前に建造だけ先やっておこうな。了解ですボス。誰がボスだ。さ、姫ハチドリちゃん用にパーツ解放していきますよ。今はどのパーツ探してるの？シールド付きドッキングポートなんだけど、液体水素エンジンがサイエンスドカ食いするの忘れてたことに気づいて、ちょっぴり不安になってるところです。パート7以降の機体はサイエンスのこと考えずに設計してたもんな。サイエンスどのくらい使うか計算するの面倒だったからね。さて、コックピットも未開放だったので解放。あ、ランディングギアも解放しなきゃ。サイエンス枯渇したぞ。あ、ようやくドッキングボート見つけたのに解放できないや。仕方ないわね、サイエンス収集しに行くわよ。あ、じゃあついでに生配信のテストも。え？やっぱりちょっと画質荒いなぁ。生配信とか初耳なんだが。イワマスお得意の突然何か思い立って即行動に移すが発動したのね。ま、配信は基本ほぼ全カットの作業になると思いますので、基本的にはオフラインで収録します。ってことは、画質荒かったら配信の録画なのかと思えばいいんだな。そういうことです。そうだ、極軌道に乗せよう。極地あたりのバイオームをまとめて攻略したいわね。待ち時間にタンク増設、そろそろ建造完了だな。よし、完了。ドッキングして、移動に使った RCS は解体します。作った直後に解体されるパーツたち。あれ？どうした？契約がリセットされてる。大問題じゃないの。ま、もう一度受注し直せばいいか。ということで無事にムンまで到着。早速ツインクレーター、攻略完了だな。幸先いいわね。ムンの極地、攻略。これはまあ極軌道乗ってるから攻略できるよね。極地のクレーター、攻略。なかなか調子いいな。極地の定位置、攻略。これで極地と名の付くバイオームは攻略完了ね。それじゃあそろそろ着陸探査しましょうか。極地のクレーターに着陸ね。サイエンスの回収は当然全カットにならない代わりにサスキレて転倒な。全カットになると思ってた。動画的には美味しいやつ。ま、普通にリカバリーするんですけどね。今度はサスキレても大丈夫な傾斜だったわ。極地にも到着。今度こそ回収シーンは全カットよ。やっぱりね。極地の定位置は難易度高いのでやめておきます。今回集めたポイントで十分足りるしな。あ、そうだ、着陸地点調整してもうちょっとサイエンス稼ごう。まだサイエンスポイントは万全の状況じゃないもんね。ちょっとだけ冒険。少し攻めた動きで EVA レポート取得だな。増えるのはたったの 11.2 ポイントだけなんだけどね。塵も積もれば山となるってやつですよ。ほら、回収したら2300ポイントも集まりました。まだまだ集めたいところだな。でも、今回必要だったのはドッキングボートとシリンダーの分だけでしたからね。これで十分です。さあ、宇宙飛行士センターまでやってきましたよ。こんなところにやってくるなんて珍しいわね。リフトを操縦するパイロットが足りなかったんです。液体水素を満載して離陸しますよ。1回の打ち上げでリフト1機分強の液体水素が供給できるんだよな。打ち上げ回数を減らせるのはシンプルに嬉しいですね。マテリアルキット回収。コツコツやってるんだな。ジェバダイヤだけ戻ってきて、もう1機打ち上げます。次は核燃料の供給ね。それだけだともったいないのでマテリアルキット満載してきました。重いから機種上げしすぎないように気をつけてね。あまりの重量に宇宙ステーションの経路数の方が引きずられています。一体どんだけ積んできたんだよ。確認したら66トンでしたね。パーツ破壊楽しい。音が小気味いいわね。そしてようやく、リフト完成。大量のサイエンスを持ってきてくれるといいわね。いざ、ムンへ出発。到着。機体が変わってるんだが。ハイレゾちゃん、かなりかかりましたがようやくムンに到着したんです。これからムンのスキャン、頑張ってもらいますよ。で、リフトは？
はい、ちゃんと到着しましたよ。重力系の計測ミッションを受注したんだな。タイガーちゃんでついでに完遂できるはず。とりあえず、着陸。何かあったシーン以外は大幅にカットしてお届けするわ。タイガーちゃん、放出。生配信耐久レースの始まりだな。ムーンクレーター、発見。早速スキャンしましょ。スキャンアームが作動するシーンも、だいぶ見慣れてきた気がするな。まだカービンとムーンでしか使ったことないんだけどね。あれ？画面左側に見慣れないウィンドウがあるわね。クリックするだけでサイエンス回収できるし、残りのポイントも表示してくれる優れものだぞ。知らなかった。これでまた一つ攻略の効率が上がりますね。さっきスキャンしたばかりなのにムーンクレーターのミッションが来てる。道中で適当にデータ送信していきましょ。ま、簡単だな。あれ、なんだか大きい。ムーン大型クレーターよ。これでムーン治療の3種の特徴物、スキャン完了だな。あといくつかのバイオームを攻略したら、ムーンも攻略完了ね。そのバイオーム攻略が果てしない作業なんですよ。うわぁ、しっかり着地決めろよ。ドスン。もう一挙決めなよ。体操選手みたいな大回転からの、行くぞ、下。ちなみに今のはなんて技？成り行きに任せてただけだな。さあ、南西のクレーターに着いたわよ。また一つバイオーム攻略が進みましたね。途中で受注してたミッションこなせそうだぞ。ムーン各地で重力加速度を計測するミッションですね。ここは心なしか体が重いわ。重力6分の1の世界で何を言う。次はミンマス攻略か。ムーン攻略まだ終わってないわよ。目をそらしちゃいけないわ。3時間近くカットしたんだけど。あれ？南極方面に向かってたからな。影に入って電力不足だ。原子力電池積んでくるべきだったわね。とりあえず高原のクレーターの攻略はできたけど、これじゃ帰還できない。日が当たるところまで登るための電力がもう底をついてるわ。必要時以外サスオフとかを切り詰めたことやってもこれなのか。原子力電池、解放。サイエンス貯めといてよかったわね。救助船設計してきました。ムーン着陸探査機の設計を有用してるわね。設計にそんなに時間かけたくないからね。極地付近は着陸地点調整が難しいので、一旦極付近に着陸します。ムーン着陸探査船だからこそ可能な現れだね。はい、着陸。ここからタイガーの元に向かうんだな。さあ、打ち上げ。向きを調節してタイガーちゃんの元まで一直線で向かうわ。落下地点精密調整。メックジェブ先生に頼るしかなかった頃が懐かしいな。左上に見切れてるけどタイガーちゃんはすぐそこにいます。誤差70メートル、まあまあの腕前じゃないの。ケーブル取り付け、電力もついでに輸送するのか。ダンシングタイガー。地面との相互作用の計算、相変わらずだな。そういうのは自分で作ってから言ってください。原子力電池を増設したので撤収。裏側の盆地、攻略、救出船でサイエンスを取りに来たのか。ちゃっかりしてるわね。あれ？契約一件取り損ねてる。受注しときましょ。北の盆地、攻略。攻略画面には南の盆地って書いてなかった？北の盆地の間違いだったことに今さら気づきました。こんな感じのミスを見つけたら、皆様ぜひご指摘お願いします。ところでさっきの高原のクレーターって南極付近だったよな？はい、南極です。今、北の盆地だよな？はい、北の盆地です。5時間半の生配信がカットされました。ひえ、北西のクレーターでサイエンス回収。実はさっきのでついに、ムーン攻略達成よ。よっしゃー。ドッキングできるまでを64倍速でお届け。酔い止めはちょっと懐かしいノート PC。 初めてのゆっくり茶番劇、連鎖シリーズで使った気がするな。さあ、ようやくドッキング完了。長すぎでしょ。起動投入がこの短時間で終わっちゃったわよ。ミンマス旗立てミッション受注。ビワマスも久しぶりにミンマス進出だな。あれ？どうしたの？ミッション達成し忘れてた。ムーン付近でクルーの移送か。ちゃっちゃと済ませましょ。よし、これで完遂。あれ？いろいろ試してもうまくいかなかったので、先にミンマス攻略の足がかりを作ります。エンジニア雇用がミンマス攻略とどうつながるのよ。パイロットもいるけど？そういうことじゃないのよ。じゃあこういうことかな？この機体なんだっけ？通信衛星配備か。マリサ正解。通信衛星ってミンマスに配備ってこと？そういうことですね。片道8日かかるのでそろそろ打ち上げることにしました。さあ、ミンマスまで行ってらっしゃい。エンジニアたちには息の空き時間に衛星を組み立てておいてもらうのね。さあ、私たちはミッション攻略に戻りましょうか。ちなみに言うと、このミッションは契約取り消しができないみたいです。諦めて新機体開発するしかなさそうだな。地上から打ち上げるのは面倒ね。空気抵抗を計算に入れると設計の幅が狭くなりますからね。デルタ V も 3400m/s 以上余計に必要だしな。なので経路スで建造することにします。経路スでの建造が前提ならコンパクトな機体にできるな。よし、完成。ソーラーパネルだけ追加しておくわね。あ、忘れてた。1機目建造開始。ムーン軌道上で上位2層が達成条件だからな。さらにもう1機作る必要があるぞ。うわぁ、大きくバランス崩したな。後ろに余ったウラン積んでるせいで飛行特性が超シビア。LFO を経路スに輸送。液体燃料と酸化剤ね。待ち時間にタイガーちゃん帰ってきました。データ輸送船も建造しないとね。LFO 輸送完了。ミッション開始します。ムーンへの船に待ちの間に2機目も建造しておくよ。2機目発進。仲良くムーンを目指すわよ。データ輸送船も建造忘れるなよ。この過密スケジュール、前作を思い出しますね。
姫ハチドリちゃん、月を見て帰還。データ輸送船パイロットと108トンのマテリアル、キットを積んでまた出発よ。ドドドドドブラックな職場だな。走行しているうちにムンデランデブー完了。早速ミッションこなしましょ。はい、完遂。ということで、今回はミッション用の2機が帰還して解体される様子と、データ輸送船がカービンに帰還する様子を背景に、動画を締めたいと思います。最後まで見てくれたみんな、ありがとうな。高評価やチャンネル登録もよろしくね。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。またね。さて、次回どうしよっかな。ミンマス精密探査に向けて機体開発とか？精密探査ならタイガー使えないのか？それいいかも。でもそろそろもう一つ考えなくちゃいけなくって。何よ？内惑星、外惑星探査。そうか、そういえばもうそんなレベルまで攻略進んでたのか。まずはカーボル系内全域での通信確保が問題ですね。大雑把な通信網確保だけで KSP 時間で半年はかかるわね。サイエンス5000ポイント貯まったし、この辺りうまく活用して進めたいですね。合計で8800ポイント弱、それなりにパーツは使えるはずだが。全パーツ解放には多分足りない。ま、贅沢言ってないで次回も頑張ろうぜ。